皆さんこんにちは、アラサー健康チャンネルのマリナです。本日はアイハーブでの購入品を紹介したいと思います。はい、ということで今回は私が買った5商品を紹介したいと思います。雑談ですが、去年1年間はアメリカに住んでたので、アメリカでリピート買いしてたものがあるんですよ。で、日本に帰ってきてやっぱり日本であんまり手に入りにくいから、今回アイハーブで取り寄せたやつもあります。一応アメリカに住んでたものとして、アイハーブで購入するときはこういうところを気をつけているだとか、アメリカ製品買うときはここ見てますみたいなのがあるんですよ。なので海外製品買ったことない方や、まあアイハーブね買ったことがないっていう人も参考になったら嬉しいです。早速紹介していきますが、最初に紹介する3つは今回リピートした商品です。1つ目、こちらオーガニック MCT オイル。こちらは私のねチャンネルの中ではね、もうたびたび紹介してるものですね。こちらの MCT オイルはね結構デカめのボトルになっていて大きいでしょ。やっぱり海外製品いいと思います、安いから。このオーガニック MCT オイルは私も買うのがね2本目3本目になります。超お気に入りで何回も買ってる。 MCT オイルって何に使うかっていうと、私は基本的には朝のコーヒーに入れて飲むのが主流です。 MCT オイルって何かっていうと、まあココナッツオイルに含まれている中鎖脂肪酸っていうまあ成分があるんですけど、それを抽出してオイルにしたのが MCT オイルです。日本の MCT オイルでも大体そうなんですけど、ココナッツのマークがついています。私はこれを朝ねブラックコーヒーに入れて飲むことでね、本当にね便通が、便便がねよく出るのよ。これダイエットのためっていうか、本当にねあの便通を良くするために MCT オイルはもう今ね欠かせなくなってます。私は大体朝一にブラックコーヒーコップ1杯にこの MCT オイルを小さじ1杯入れて飲むようにしています。そうするとね大体ね10分くらいでね、あのトイレの神様に呼ばれ始めて、もうスルーンって気持ちいい感じでね、あの朝を過ごすことができます。ちなみに前も話したことがあるんですけどね、私なりにアメリカ製品を買う時のポイントなんですけども、アメリカ製品って結構ねこんな感じでいろいろマークがついてることが多いんですよ。その中でも USDA の緑のマーク、これがついてるかどうかを見ることをおすすめします。この USDA オーガニックって何かっていうと、アメリカの国で決められたオーガニックの基準を超えてますよっていうマークになります。私も最初そうだったんだけど、なんかこういうアイハーブだとか、あとカルディとかでさ海外のものとか買う時もさ、これ大丈夫なんかねって思うものとかさぶっちゃけあるじゃないですか。いろんな製品があると思うんですけど、この USDA オーガニックっていうマークがついてるとアメリカではある程度の基準は超えてるなっていうことがわかるので、ここを見るのをおすすめします。ぶっちゃけねアメリカの製品、なんか日本でオーガニックっていうとすごいハイクオリティっていうか希少価値があるような感じがしたりとかするじゃないで、ぶっちゃけねアメリカ行ったら USDA オーガニックのマークっていうのはね、ほんとほぼいろんなものについてるんですよ。アメリカの100均とかで売ってるものにすらこの USDA マークってついてたりとかするので、ついてたら安心だけど、なんかめっちゃ安心っていうか普通みたいな感じです。アメリカの製品だったらほんとジャンクなものとかにはね、あのついてなかったり、もちろんアメリカのものでもするんですけど、なんか日本のイメージほどなんか敷居が高くないっていうか、海外のオーガニックってそうなんですよ。私オーガニック料理ソムリエっていう資格持ってるんで、アメリカのもの買う時でもね、ある程度安心したものが買いたいっていう場合はこのUSDA マークをぜひ見ることをおすすめします。次、こちらベレダのセルライトボディオイルでございます。そう、これはさ有名だよね。雑誌とかでもね、体のボディオイルのマッサージオイルって言ったらなこれっていうのがよく出てくるくらい、なんか結構有名なのかなと思うんですけど、私も使ってます。中身はね 100ml 入ってるんですけど、あのねアマゾンで買うと結構すんのよ。アイハーブで買うとアメリカとか現地で買うのと全くね同じ値段で買えるのでおすすめです。絶対アイハーブで買ってください。これは私はお風呂上がりの全身のマッサージの時に必ず使っています。これの効果としてはセルライトボディオイルっていうくらいだからさ、まあセルライトケアをしてくれるオイルっていうことなんですけども、中身を出していきますと、オリーブオイルみたいな色をしていて、ちょっと分かりにくいと思うんですけど、つけてみると最初はね結構テカテカっとするんですけども、落ち着いてくれてベタベタはあんまりしなくなってくれます。でね、匂いはね結構いいんですよ。あの爽やかなグレープフルーツの匂いっていう感じです。ボディオイルは私本当にいろいろね、アメリカでも日本でもいろんなものを探してるんですけども、一旦これに今は落ち着いてるかなっていう感じです。冬の間はね、私めちゃくちゃ乾燥肌なので全身をマッサージするときにこのオイルだけでいいんですけど、夏使うにはオイルだからね重たい感じもするので、私は今の時期はこれと手持ちの乳液、私は1対1くらいで混ぜて使ってます。だいたいふくらはぎで2プッシュで、太ももで3から4プッシュくらい使ってます。これを使い始めてからね、皮膚がね柔らかくなったような感じがするんですよ。オイルのせいだけじゃないと思うんですけど、もちろんね塗るだけでねセルライトが消えてくれますとかそういうねうまい話はないと思うので、これを使ってしっかりめにねお風呂上がりにがっつりマッサージをすると、結構そういう風に自分のお肉の触り心地の違いっていうのを結構実感できるかなと思うのでおすすめでございます。次、
鬼リピート買いしてるものです。こちら 3-in-1 カーボブロッカーでございます。糖質をカットしてくれるサプリメントでございます。こういうねサプリをね購入品で紹介するとなんかすごい怪しいって思われそうだからあれだったんですけど、私日常的に飲んでるわけではなくって、これ何かっていうとカーボブロッカーなので、カーボ炭水化物をブロック、どうしても食べなきゃいけない時ってあるじゃないですか。その会食だとかがっつり宴じゃーみたいな時だとかってあるじゃないですか。でダイエット中そういう時にガツンって体重が増えきらないようにするためにたまに飲んでるっていうのがこの 3-in-1 カーボブロッカーです。アメリカのアマゾンの糖質オフ、糖質カット系のサプリを、これがね売り上げだとか口コミ第1位だったんですよ。アメリカ売り上げダントツこれがねアマゾンのトップにビンって出てくるような感じだったので当時買ってみてました。これは裏の飲み方がね英語になってるんですけども、 Take two liquid soft gels、 大人の人は2錠飲んでください。 Twice daily beforeスターチーミールズ&スナックス、でんぷんが多い食事、まあ要は炭水化物ですよね。2錠飲んでくださいねって書いてあるんですけど、錠剤が大きいのでアメリカのサプリですっていう感じですよね。もうすごい大きくて、まあ1錠で十分かなっていう感じです。これを飲んですごい炭水化物が多い食事をしても翌日ガツンって増えることがないなっていう印象です。はい、こちらが3つ目です。4つ目は初めて買ったものになります。こちらのカフェインフリーのハーバルティー、紅茶でございます。5種類のフレーバーが入っていて、ラズベリー、ピーチ、ワイルドベリー、ブルーベリー、サクランボ、全部で18パック入ってるそうです。なんでこれを買ったかっていうと、カフェインフリーをね欲しくて買いました。私すごいコーヒーが大好きで毎朝飲むのが習慣になってるんですけども、ダイエットにもね脂肪の代謝をねカフェインは上げてくれるのですごいいいんですけど、一方でね生理中カフェインをね少し取らないようにしていますっていうのは、私ちょっとね生理痛が結構あったりだとか、生理中のカフェインってあんまりね良くないらしいんですよ。飲みすぎたり取りすぎたりとかすると生理痛が辛くなっちゃったりだとか、だるさが増したりっていうことがあるみたいなのをちょっと聞いてから、カフェインレスの飲み物をねちょっと欲しいなと思って、でコーヒー大好きだからコーヒーも欲しいなと思いつつ、まあこのねティーがねすごい可愛くてさ、カフェインフリーだったっていうのもあったので買いました。ダイエットする上で紅茶はねカロリーなくて、まあカフェインもねさらに入ってないってなれば妊婦さんとかも飲めるでしょうし、いろんなフレーバーがあると結構ね食欲を抑えてくれたりだとか、みたいな、なんか落ち着くじゃないですか、おティーってさ。ラズベリーを開けてみたんですけど、ラズベリーのパックの中にこんな感じでティーパックが入っておりました。紐が入ってないからすごいなんかジャブーンとしては取るの大変そうだけど、香りがめっちゃいい匂いする、甘じゅっぱい匂いがする。これもう嗅いでわかるわ、絶対美味しいやん。これはさパッケージも可愛いし、何よりね1個買って5種類の味がね入ってるっていうのですごいお得感もあるのでいいかなと思って買いました。ぜひねコーヒーが大好きだけど生理の時生理痛が重いなっていう方は、ちょっとカフェインレスのね飲み物を試してみたりだとか、ちょっとコーヒーを減らしてみるっていうのをやってみるといいかもしれないです。次ラストはこちらもお初商品でーす。こちらヨギティのデトックスティーでございます。このねヨギティーはね確かねローラちゃんのモーニングルーティンでもねこのメーカー出てたと思うんですけど、アイハーブだけじゃなくて私カルディで売ってるのも見たことあるのでぜひチェックしてみてください。原産はこれもアメリカ製のものですね。さっき言ったやつこれちゃんと取ってるんですよね、さっきの USDA のマーク、これもねオーガニックのものになります。このヨギティーめちゃめちゃねいろんなシリーズがあって、私もね別のシリーズは買ってたことがあるんですけど、このデトックスっていうシリーズは初めて買いました。このヨギティーのねめちゃめちゃ可愛いところはですね、ローラちゃんも言ってたんですけど、この箱の中身までしっかりなんかプリントがあるところとかなんか結構可愛いですよね。開けるとねメッセージが書いてあるんですよ、可愛いんだよ。こんな感じでねちょっと見えるかあれなんですけども、英語でねその日のメッセージが書いてあります。これはなんて書いてあるかしら、イフイフイイギー、あーもし私たちがハッピネスを幸せをあげたら私たちもハッピーになるよねみたいなことが書かれております。ハッピーになるよねこういうこと言われると。今回買ったこのねヨギティのデトックスシリーズはなんかねすごいいろいろ入ってそうで、生姜シナモンタンポポティとかってねなんか結構いいらしいみたいなのを聞くからさ、なんかそういうのがね1個になってるみたいな、ちょっと飲んでくるね。はい、というわけで入れてまいりました。私もお初の挑戦なわけですよ。すんげー匂い、これは好き嫌いが分かれる、ギリいけるな。うわすごい、これすごいわ、めっちゃ生姜ツンって辛いくらいに生姜、ジンジャーエールとかのねレベルじゃなくマジジンジャー。タンポポ要素は全然分かんないけど、本当にねシナモンと生姜がガツンガツンなんかフルボッコにしてくる感じがする。これはでもねデトックスって言ってる意味はなんか分かるな。すっごいね飲んだ瞬間からお腹がなんか熱くなる感じがします。ホットで飲んでるしね。おー、
生姜ティーとかなんかそっちが好きな人は絶対好きだわ。あんま薬っぽい感じだとか刺激系がね嫌いな人はね嫌いってなる気がする。前日すごい爆食してあやっちまったぜ、まあ今日はちょっと調整するかっていう日の朝とかにこれでガツンって飲んで体を引き締めるみたいな感じにしたらいいかなっていう感じがする。漢字ばっか言ってるね。あ、でもいけるいける。美味しい。ということでした。はい、というわけで本日は私のアイハーブでの購入品を紹介いたしました。結構ね、リピ買いしてるものとかだったりとかするので、ぜひ参考になったら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー！バーイ！